コールコールコールチームからお願いします。ファイティーン。では今回のこの一番重要な創作ダンスのコンセプトは何ですか、このチームは。はい、自分たちのコンセプトはかっこよさ、韓国語で言うとサンナムジャが一番似合うコンセプトだと思ってます。じゃあこのパフォーマンスを見るにあたって特にこう注意して見るところというか見てほしいところはありますか。エナジー感とかパワフルなところをぜひ注目してみていただけたらなって思います。ファイティーン。ファイティーン。ファイティーン。セガ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 イを敵にしたぜ。もしもし。創作の部分でこういう振り付けにした理由は何ですか、こういう感じの。はい、まず自分たちがシーライダースの今ありライダースジャケットみたいな、すごいジャケットのかっこよさを自分の振り付けにも出したくてすごい悩んだんですけど、こういう振りだったり自分のこういうところでそういう衣装をちょっと使った振り付けを入れたりしたのと、前に前に走っていくっていうイメージがすごい欲しかったので、走ってすぐに行くよっていうイメージを振り付けに込めました。すごいその説明にもあったように、そのなんかかっこよさとかそういうのがバーって前面にその伝わってくるのはすごいよくって、なんかどうしてもやっぱ自信感とか俺すごいでしょっていう感じがすごい出てるなと思ったのはやっぱニコラス君で、まあ名前の通りライダーみたいなかっこよさはすごい感じて、うわかっけえなーと思いました。まあボーカルの部分でちょっと集中力じゃないですけど途切れちゃう感覚があって。じゃあまあ私が見た感想ね。はい、何引き算、はい、もう足し算十分だって十分だから、オードリーの部分は十分だから、もうちょっと引き算を考えれたらいいかもね。はい。であとはフーマとニコラスだけのところがやっぱちょっとニコラスの存在感がありすぎる。フーマだけが欲しいけど、2人はどうしても内々向きで、やっぱりニコラスは早く存在感を消すというか、次はフーマの番だよって言ったらフーマの番ってさって投げることも大事で、なんとなく見てたらああフーマね今っていう感じになっちゃうのがもったいないなって思ったかな。はい。あとは1個目のすぐ行くよ、どうした。すいません。お前か。はい多分みんな振りに集中しすぎて、みんなで言ってませんでした。みんなが言うところなの。みんなで言う、じゃあ全員なの。誰が何て言おうとマイペースな感じまた。誰も言わなかったの、すごいなシーンやんどうしたシーライダーズ、誰もすぐ行かないやん。ちょっとそれびっくりした。はい、うん、大衆のライブまでに改善するべき点はどこだと思う、ボーカル的に。まずはそのさっきのすぐ行くようじゃないですけど、それぞれ自分のパートはちゃんと歌う、それができた上でみんなでつないでいく、うん、そういう練習した方がいいね。はい、多分ね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。主観的にチームのバランスから見たらちょっとなんかいろいろな問題があったけど、やっぱり自分がすごいやりたいことばっかり詰め込みすぎて本当に引き算ができてないなっていうのは本当に自分もやらなきゃなって思いました。チームとしてのリーダーができてないなとは思ってます。